こんにちはつーピーナッツくん、はいで、はい、ということでタイトルにもあります通り、ついにポコピー休みを取ります。休み、まあ、1年間毎日投稿の話については31日にまた動画を出すと思いますので、はい、まあ、そこは省きますが、先にちょっとお休みは言っておきましょうということで、2020年1月の2日から3日までの5日間、はい、何もしません。わーやったー、念願の休みをついに取ってしまいます。いや、まあお正月ですからね。そう、もうお正月ですから思い切って休みましょう。素晴らしい。どこ行こうかな。いや、どこ行く、お出かけするんですか。アメリカ行っちゃうか、おい無理だ、正月のアメリカ一番混んでる。高いんだよな。めちゃくちゃ高いわ。いや、まず休みの理由としましてですね、まあ、休みたいってはさておき、はい、部屋を一旦ちょっとどうにかしようと言って半年近く経っちゃったんだよ。あ、まあね、ちょっと皆さんには見えてないかもしれませんが、今すごい綺麗なこの和室に見えてると思いますが、はい、もうパソコンの線が初心者ということもあって、はい、パソコン関連、はい、もうひどいひどいひどい。いや、もう縦横無尽に配線があと VR も前に使うから、もう VR もやばい、それでしかも途中でピアスから 3D になったじゃん。はい、誰も毎回毎回全セットし直してて、そうなんですよね、実はむちゃくちゃ大変で、どうにかどうにかして2つ置けるようにしようと、はい、最大の理由は部屋が散らかってるから片付けたいという違う、部屋をちゃんと仕事用の VR 機材のような部屋にし直しましょうということですよ。 あ、そういうね、新装回転パターンね。あ、そう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 、リニューアルするのでしばらくお休みします。あ、そうそう、リニューアルしますので何にも伝わらないだろうけどね。洋服の青山か背景変えようよ、それっぽい。あ、そうですね、背景変えましょう来年から背景変えます。ちょっとこの辺のね、リニューアルもしましょう。で、29、30、31、1日は動画上がるので、おー、1月1日、そして1月1日には超重大発表がありますので。重大発表ですよ、皆さん。いいニュースですね。いいニュース。うわー、これはちょっと楽しみだな。毎日投稿するかしないかはまだ決めてNo! No! まだ決まってません。はい。それとは別、それについても話すけど、はい、それとは別でビッグなニュースがありますので、それはお楽しみにということで。楽しみに。あと年末なんだけど、はい、チューバウトというイベントにポコピーが出展します。あ、12月31日の7時からで、はい、リアルイベントじゃなくて YouTube 上の生放送だけなんで。あ、なるほどなるほど。誰でも見れるんで、よかったら見てください。カウントダウンですか、もしかして。カウントダウンですよ。うわー、いやー、ポンポコたちはどんな姿で出るんでしょうかね。あー、どんな姿でっていうのは何なんでしょうかね。いやー、いろんな姿がありますのでね。あ、ちょっとヒントが出ちゃいましたね。はい、ちょっと皆さんお楽しみにしてください。楽しみに。はい、ではそんな感じで学校もお仕事も皆さんお休みに入ったと思いますので、お正月だもんね。そう、入ってない方は頑張ってください。頑張ってということで、楽しい年末年始をお互い過ごしましょう。ポンポンポンまた明日、じゃあね、バイバーイ。 More week to now to お正月、ポンポンポン。パリピ、はい、もうパリピな年末年始ですわ。すごい。じゃあ年始何するの？パリピな年始は何するの？クラブ行って、パンナね。パンナ？ナンパの逆でした。パリピだから。パンパンパン。